サソリザタウセは、サソリザの構成で三等星、青白色の B 型主系列星である。サソリケンタウルス OB アソシエーションのサブグループで、ある、サソリザ上部アソシエーションの一員とされるが、アソシエーションの他の構成よりも若くまた青く見える。ため、構成が合体して生まれた青色は、グレホシであると考えられている。サソリザタウセの表面磁場サソリザタウセは明瞭な。 磁界を持ち、その表面事情は、ゼーマンドプラーイメージングによって、マップ化されている。この星の強い磁場は、主系列性とマイ主系列性が合体することで、生成されたものと考えられている。サソリザタウ星は OB 型星であり、X 線とオージェ効果により、快温化を起こす。ローゼットの観測で、サソリザタウ星は、通常の B レイボルト星よりも強い。 X 線スペクトルを持つことが明らかとなった。エネルギーの範囲は0.8から1.2ケブを超える。Xmm ニュートンによるサソリザ単星からの X 線スペクトルの高成分の観測により、プラズマの塊が高成に落ち込んでいることが示唆された。ハワイではアンタレスを挟んで反対側に位置するサソリザシグマ星とともに北、裏の両目とみなされ、シグマ星は 右目という意味の英雄ヒール、タウセイは、左目という意味のパイカオホレイと呼ばれた。2018年8月10日、国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループは、サソリザ・タウセイへの固有名として、パイクーヘイルを正式に承認した。サソリザ・シグマ星と同じく、アラビア語で、動脈という意味のあるニットに由来するアルニアト、という名前で呼ばれることもあった。 ありがとうございます。